はい、皆さんこんにちは、スカイトの入院長さんです。今回紹介するトミカがナンバー170番のドリームトミカ、イニシャル D、S1 さん、シルビアです。スケールは書いてないんですけども、アクションはサスペンションと左右ドア開閉です。はい、こんな感じですね。で、ここに日産の車のロゴが書いてありますね。それは開封します。かっこいいですね。で、前はこんな感じです。前にはボンネットですね。ボンネットにはアニメスーパーと英語で書かれてますね。何の文字か分かんないんですけど。で、ナンバープレートには見えるかな、ちょっと今全部ぼやけてて、ナンバープレートには3017と、あ、違う、3917と英語で書かれています。で、後ろもこんな感じですね。ちょっとぼやけてて見えにくいんですけど、で、ここにシルビアと英語で書かれてあって、で、また前と同じように3917ナンバープレートにナンバーが書かれています。ドアの部分にはまあ英語とか会社の名前も両サイドに書かれています。で、上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。1989年製ですね。ナンバーは6番。あと箱には、170番と書かれてあるんですけども、ナンバーは50、スケールは59分の1で、6番ですね。で、日産シルビア、メインドリームのベトナム製になります。アクションはサスペンションと左右ドア開閉になります。はい、こんな感じですね。で、次はこんな感じです。で、以上で紹介します。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。